ルイーゼが不実な恋人の手紙を焼いたとき、K520 は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲した歌曲。1787年5月26日に、ウィーンで作曲された。4日前には、別離の歌 K519 が作られている。モーツァルトの友人であり弟子でもあった、ゴッドフリート・フォン・ジャカンが、宮中古門館グライナの邸宅で歌う目的で、モーツァルトに作曲を依頼した。 ところがモーツァルトは一向に作曲しなかったため、ゴーを煮やした、ジャカンは彼を呼びつけ、自室に閉じ込めて作曲させたという話がある。自室譜に、ジャカンの部屋にてと書いているのはそのためである。ジャカンはこの歌曲を、あくまで自作と偽り、恋人のファンアルトモンテ城に検定した。当時のモーツァルトはすでに金銭に困っており、裕福な友人に反権を売ったと言われる。なお作詞は、 ガブリエーレ・フォン・バウムベルクである。嫉妬の炎を燃やして、裏切った恋人からの手紙を焼く女性の内面劇で、あるが手紙の燃える炎と内面の荒れ狂う炎とが、ピアノの細かい分散和音に交錯し高しをした歌が歌われる。しかし、それでも未練を断ち切れず、愛情の炎が胸に燃え続けているのをはっと感じているところがうかがえる。ありがとうございます。